絶品お肉料理大集合。まずは厳選された黒毛和牛が味わえる本格焼肉のお店をご紹介。焼津市西小川にある焼肉酒向牛屋宝。店内は座敷スタイルでゆったりとくつろげる空間。オープンして今年で12年目。ファミリーや友人同士など幅広い層に人気のお店です。主に県内の黒毛和牛の A4 ランク以上を取り扱っております。希少部位やホルモンも豊富に揃えております。一番人気はこちらのカルビ。味はタレがおすすめ。黒毛和牛を使っておりますので、お肉自体が甘いんで、お肉の味を邪魔しないようにあっさりとしたタレを目指して作っております。こだわりのタレが染みた肉はさっと焼いていただきます。生でもいけるぐらい新鮮なお肉使ってますんで、しっかり焦がさないように焼いていただくのがポイントだと思います。油の甘みと肉の旨味が堪能できるカルビは外せません。肉とホルモンだけで50種類以上のメニューが揃う牛屋宝。中でも一押しはお店の人気ランキングの部位をチョイスした肉ケーキ。上から極上牛タン、座布団、イチボ、その3種類で、1位が座布団なんですけど、2位がイチボですね。まずは一番上の極上牛タンから。極上牛タンはタンの元、奥の方ですね。とにかく柔らかい、サシが一番入っている部分ですので、そういった部分を使用しております。続いては人気1位の座布団。肩ロースの中の一部なんですけど、あまり牛も動かさない部分なので柔らかくて、刺身もちょうどよくバランスのいい部位ですね。こちらはお店特製のさっぱり味のタレでいただきます。最後は人気2位のイチボ。お尻のお肉なんですけど、ちょっと歯ごたえがあってあっさりめなお肉ですね。肉質がしっかりしている赤身肉、柔らかく肉本来の旨味を味わえます。記念日やお祝い事などでオーダーするお客さんも多いそうですよ。続いてのおすすめメニューはこちらの和牛炙り寿司。日によって部位は変わるそうですが、この日はカルビ。軽く炙って酢飯の上に乗っけていただくという商品ですけども、新鮮なお肉使ってますんで、とても美味しく人気のメニューですね。わさび醤油につけて食べるので、上品でさっぱりとした味わいに。口の中に入れたらとろける肉寿司はまさに贅沢な一品。じっくり煮込んだ鶏ガラスープがベースの冷麺もおすすめ。具材としては温泉卵やローストビーフも乗った、当店でしか食べれないオリジナルの冷麺です。種類豊富な品揃えとこだわりの料理が自慢の焼肉酒向牛屋宝です。続いては絶品肉料理と全国の厳選した牡蠣が味わえるお店。三島広小路駅から徒歩5分ほど、三島市本町にあるパッパトリア。開放感のある広々とした店内はテーブル席が並び、ゆったりとくつろげます。全国の美味しい牡蠣と厳選された肉を提供しているイタリアンです。パッパトリアのおすすめ肉料理は、アンガス牛のイタリアンステーキです。赤身が強く程よく脂も入っているので、幅広い年齢層から受け入れられるお肉となっています。豪快にカットした肉をグリルで焼きます。焼き目がつく程度焼いたら、肉本来の旨味を味わえるように味付けはシンプルに塩、胡椒で。肉に合わせるのはこちらのソース。ローズマリーをオリーブオイルに香りを移しまして、最後ニンニクでアクセントをつけて風味付けに上からかけています。香草とガーリックの香りが食欲をそそるアンガス牛のイタリアンステーキ。赤身と脂身のバランスがよく、弾力のある歯ごたえと肉の旨味を感じられる人気のメニューです。付け合わせのルッコラは地元農家から仕入れています。味が濃いのが特徴ですよね。苦味、あと辛味も。イタリアではルッコラが非常にメジャーに食べられている野菜ですので、お肉との相性は抜群です。続いての人気メニューは、
イタリアのブランド肉のキアニーナ牛のグリルですね。国内でも提供しているお店が少ないという希少価値のあるキアニーナ牛。イタリアのトスカーナ地方に住んでいる牛なんですけども、赤身が非常に美味しいお肉ですね。仕上げに同じトスカーナ産の味の濃いオリーブオイルをかけさせていただいてます。同じ土壌で育っている植物とお肉なんで、合わないわけがないですよね。キメが細かく柔らかい肉質で、仕上げのオリーブオイルの香りが強く、ピリッとした味のアクセントに。ぜひ食べてみたい極上の肉料理です。この他に牛肉のカルパッチョも一押し。薄くスライスした牛肉に塩、コショウとオリーブオイル、そしてさっぱりとレモンで仕上げた一皿。前菜やサラダとしてもおすすめ。肉料理だけでなく牡蠣料理も絶品。さっぱりした牡蠣だったりとか、濃厚な牡蠣、あとちょっととろっとしたような牡蠣だったりとかを日替わりで仕入れるようにしてます。でそのまま食べても美味しい牡蠣なんですけども、レモンをかけるとよりねさっぱりと食べれると思います。肉と牡蠣を食べてハッピーになって帰ってほしいですね。新鮮で美味しい牡蠣と本場フィレンツェ仕込みのイタリア料理が味わえるパッパトリアです。